ジ人権闘争は、中世初期において特に、ローマ皇帝が、ローマ教皇との間で、司教や修道院長の任命権をめぐっていった、争いのこと。西洋では、古代末期以来、資料に建てられた聖堂や、修道院が増えていったが、その種の聖堂の聖職者あるいは、修道院長を選ぶ権利は、土地の領主が持っていた。また、世俗権力が、 強大化していくと、その地域の司教の選出に対しても影響力を及ぼすようになっていった。これは少なからぬ、教会財産の管理権を握ることと直結していたので、世俗権力にとっても重要であった。中世に入ると、教皇権が伸長する中でこの叙任権をめぐる争いが頻発するようになっていった。特に、ローマ帝国内では、 皇帝が司教たちの任命権を握って影響力を強くしていくことで、強行選出においてまで影響力を持つに至った。しかし、俗権による助任権のコントロールは、シモニアや聖職者の堕落という事態を招く一因ともなった。10世紀に、ブルグンと王国に創立されたクリュニー修道院に、対する俗権からの影響力を否定した。 改革運動や、続権による叙任を否定した、教皇レオ9世、聖職者の後期粛清を図った教皇グレゴリウス7世による、教会改革は、教会に叙任権を取り戻そうという流れを生んでいった。ここに至って、皇帝と教皇の間で叙任権をめぐる争いが、行われるようになった。カノッサの屈辱とスカナ女博マティルデとクリュニー修道委員長に、 教皇への取りなしを頼むハインリヒ4世、グレゴリウス7世は、教皇権が皇帝権に対し優位にあることを主張し、1076年に、ローマ帝国皇帝ハインリヒ4世を破門した。それを受け、ドイツ諸皇たちは、ザリエルアサの下で、王権、帝権の強化が進んだことに懸念を抱いていたことも、あり、ハインリヒの定位を否定する動きを見せた。こうして、 翌1077年、自らの政治的地位が危うくなることを恐れた、ハインリヒ4世はグレゴリウス7世に食材した。その後、勢力を立て直した、ハインリヒ4世は、軍事力を行使し、グレゴリウス7世をローマからの逃亡をさせるに至った。そして、両者の死後においても、皇帝と教皇の争いは、一進一退であり、何らかの妥協点を定めることは困難に見えた。 女人権闘争の最中、シャルトル司教であるイーボによって、女人権闘争に対する一種の妥協点が提示された。それは、教会が有している権力、権威は、スピリチュアリアとテンポラリアの二つに分けられるという考え方である。これにより、これまでの勢俗の身分化、根然としていた世界が、関連的に二分され、皇帝と教皇の住み分け可能な世界として、 把握されるようになった。上記の表現を用いれば、皇帝がテンポラリアなもの、教皇がスピリチュアリアな教会の権利を抑える、ということになる。幾度か、皇帝側と、教皇側の交渉が設けられたものの、両者の間での微妙な駆け引きが続いた。しかし、ハインリヒ4世の後を継いだ、ハインリヒ5世は、ドイツ内での勢力基盤が安定しなかったこともあり、 この女人権闘争の決着を急いだ。最終的には、1122年に結ばれた、ボルムス教約において、聖職女人権は、教皇が有するが、教会の土地、財産などの世俗的な権利は、王が受風するという妥協が成立し、一応の解決へと至った。ありがとうございます。